この時間は日本対パリ・サンジェルマン、こちらの一戦をお届けいたします。イーフットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。シュート、いやー、先制日本、早速決めてきます。いや、いきなりですよ。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか？いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。さあ日本、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。しかしいいゲームの入りになりましたよね、はい、これで自分たちのペースに持っていけますよね。大きなゴールでした。逆に取られた方はこの後どう出てくるのか注目ですよね。なるほど、クリアです。さあつながるか。ベンホワイトからメッシ、カウンターですよ。富安、このボールをカットします。ロドリ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。日本がこの序盤で1対0という状況をどうご覧になりますか？序盤でリードできたのは大きいですよね。ここからさらに動きが良くなるんじゃないですかね。コール・パーマー、これはファールです。スペースを使う。さあ中川、シュート、インターセプトを狙う。さあ宇佐美、絶好の位置、これは奪い返します。あー、これファン、取らないスペースへ、スピード上がってきますよ。抜けてくる、裏へ届くか。富安、メッシーからのボールを守備陣対応しました。デブライン、スルーパスを出す。さあチャンス、日本は現在ファーストハーフ中盤で1対0とリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。今は状況的に非常にいい時間帯と言えるんじゃないでしょうかね。あとはこれがどこまで続くかが注目ですよね。抜けてくる、チャンス来た、来た、どうだこのシュート、決まった、追加点、日本追加点決めます。これで2点差。さあ宇佐美、シュート来た、追加点、日本立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。シュート、ー危ない、オフサイドですね。日本はショートカウンターが得意という情報、まあデータもあるんですが、どのあたりがポイントになりましょうか？やはり前線からの守備には注目ですよね、はい、高い位置で奪えると一気にチャンスになりますよね。なるほど、その戦術をうまく機能させるために求められることは何でしょう？そうですね、これは選手の運動量が必要ですよね。1試合ならまだいいんですけど、試合を重ねるとやはり選手の疲労もたまりますよね、はい、ターンオーバーとか選手交代とか監督のマネジメント能力が相当問われますよね。そうですよね。シュート、いやー、追加点、日本、宇佐美、これでハットトリック達成、実力を見せつけた。プレスを受けながらもきっちりゴールを決めていきます。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、フィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。宇佐美、今日3点目。さあ日本、このゲームの主導権を完全に抑えています。いや、止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね、はい、ここは大きくクリアの対応。さあカウンターだ。ポール・パーマー、
中田から宇佐美、宇佐美かわした。さあゴールに向かっていく。ここはすぐ奪い返します。サイドへ、宇佐美、ポールパーマー。さあカウンターを仕掛けます。ハーランドが受ける。これはなかなかこじ開けられない。ここは通しません。スルーパスを狙う。自分で行く。スペースに出す。シュート。これはよく止めました。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。このパスはキーパーへ。中川、このパスを防ぎます。裏を狙っていきますと呼んでいた小野、遠藤、さあ宇佐美、中田、素早いパスで攻め上がっていきます。これは合いません。ここで長いホイッスル。前半終了です。積極果敢な攻めが印象に残ります。日本着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。抑えたというよりもね、攻め続けたことによって相手側にチャンスが生まれなかったんでしょうね。この好調がね、後半も長く続くかですよね。日本対パリサンジェルマン、日本が大量リードで折り返します。後半です。ここも固い守りでボールを奪います。右サイドへ振って、コースの切り替えも早いですよ。抜けてくる。鈴木、右サイド上がっていく。ロドリ、さあ一気にカウンター。メッシからデブライネ、メッシに渡る。小野、さあカウンタースピードを上げたいところ。小野、今日ワンアシストです。中田へ、中川へのボール。これいいですよ。ここで丁寧にボールを扱う。メッシ、デブライネ。パリ・サンジェルマンとしてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。裏へのスルーパス、これはクリア。デブライネからメッシー、小野、来たか、シュート。うわー、尾崎、ここはつながりません。デブライネからメッシー、メッシ、パリ・サンジェルマン、カウンターを仕掛けていきます。遠藤、このボールに触ります。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。日本としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。今のは抜かれていたらと思うと怖い状況でしたよね。ピンチのシーンでしたけどもね、ノーファールで止められたのは大きいですよね。スペースを狙う。いけるか、中田、ここはカットします。遠藤、裏のスペースを狙う。このスルーパスは通りません。裏を狙う、小野、抜けてくる。ディフェンス、これを読んでいた。危ないシーンでしたが、ここは大きくクリア。デブライネ、出るか、ベン・ホワイト、中田、宇佐美、このマッチアップどうなる。コスタ・クルタ、このボールをカットします。
この時間はジュビロ磐田対日本、こちらの一戦をお届けいたします。エスタディオデルマルタンガルで行われる本日のゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。このトッププレーヤーたちを揃える両チーム、ワールドクラスのプレーを楽しみましょう。今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね、はい、いいゲームに期待したいですよね。岩田カウンターを仕掛けます。さあエンバペスルーパスを出す。さあジーコいけるか。ディフェンスこれを読んでいた。いいでしょう、コースの切り替え。今日はゴールマウスが小さく見えます。ペトルチェフがいるからでしょうか。ハイボールの処理にシュート。ネドベド、絶好の位置で受ける。ゴール向かってきました。ミサビ、ここはディフェンスの対応。丸山、このボールをカットします。日本が立ち上がりから積極的にボールを奪いに行くシーンが目立っています。このあたりどうご覧になりますか。もう少し守備的に来るかなと思ったんですけどね、持ち味を出してくれるおかげでゲームの展開としては面白いですよね。富安、宇佐美が受ける。中心ファールを取りました。直接狙える位置ですがどうでしょう。今日最初のチャンスです。1本目どう蹴ってくるか楽しみですよね。直接狙った。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。日本と呼んでいた。これは続き、まだある、際どいボール。さあカウンターのチャンスになります。スルーパスを狙う。さあここでカウンター、まあ、リズムを失ってますよね。ミドルサードでこれだけボールを奪われてしまうとやはり可能性なくなりますよね。鈴木渡ればチャンスですがうまく噛み合いませんでした。私の切り替えも早いですよ。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。日本としてはシュートもポゼッションも悪くないんですけどもね、最後のところ決めきれていない状況になってますよね。今の調子がいい時間帯でゴール決めたいところでしょうね。このセカンドボールはフリット、さあ抜けた。このボールに触ります。いや少しいい形になりかけたんですけどもね。カウンターでしょ。素早いパスで攻め上がっていきます。メッシが受ける。さあエンバペ、エンバペマッチアップのシーン、このパスを受ける。パスをつなげます。シュート、ゴール、ジュビロ日本相手に先制点をもぎ取ります。流れるパスワークからゴールが生まれました。いやこれは素晴らしい崩しでしたね。選手同士の連動も見事でフィニッシュも落ち着いていていいゴールでしたね。さあ磐田1対0先制しています。1点取ったことで試合の主導権を握れますし自分たちのやりたいこと。シュート、こぼれた。出口、さあカウンターだ。さあ宇佐美、裏へのスルーパス。レスター、奪いに行きます。ダイカールドからエンバペ、スペースを狙った。樋口、スピード上がってきますよ。このボール奪いに行きます。エンバペ、さあカウンターを仕掛けます。
トップで収まればねシュートまで行けた攻撃でしたけどね。中川へ、中川シュート、セーフのセーブ、シュートストップ見せてくれました。よく止めましたよね。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。フリット、エンバペが受ける。このパスを防ぎます。丸山、中田、ライカール、メッシへのボール、樋口、日本カウンターを仕掛けていきます。ファーストハーフアディショナルタイムに入りました。エンバペ今日ワンアシストです。戻します。このボールに触ります。尾崎、ここで前半が終了しました。前半終え1対0、日本先制点を与えたまま前半を終えました。守備をしながらやはり点を追加点取られてしまいました。差が開いてしまいますからね。ジュビロ磐田対日本、では引き続き試合をお楽しみください。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。日本としてはまだ1点のビハインドなので慌てなくてもいいですよね。この立ち上がりでしっかり自分たちのペースをつかみたいですよね。はい、そうですね。さあ一気にカウンター、ここはつながりません。メッシー、さあカウンタースピードを上げたいところ。ライカールトからエンバペ、さあ左へ預けて、このマッチアップどうなる。打つか、これはどうやらオフサイドのようです。中川、この位置で受ける、足元大事に行きます。遠藤、遠藤から樋口、インターセプト、スペースにいいボール出たんですけどね。樋口、ボールが収まる、打ったシュート、来た、同点、日本見事なゴールで同点に追いつきます。いや、これは面白い展開になりましたよね。見事なワンツーからのフィニッシュでした。そうですね、まあ、このワンツー出したと受けての関係性、これは素晴らしかったですよね。日本同点に持ち込みました。ハイレベルな選手が揃う中できっちりチャンスをものにできましたよね。やっぱり見どころの多い試合になりましたよね。ドニアスからエンバペ、長いフィード前線へ、鈴木から宇佐美、スペースへ、メドメド、このボールをカットします。ジーコ、ジーコ勝負か、ジーコへスルーパス、メッシに渡る。いやー、これは見事に相手カウンターを阻止しましたよね。ちょっと焦るシーンだったと思いますけどもね、冷静な対応で素晴らしかったですよね。ネスタ、流れを止めます。岩田、カウンターを仕掛けていきます。メッシー、組み立てながら攻め上がっていく。丸山から縦へ長いボール、尾崎、これは合いません。さあ繋がるか、テュラム、カットに行きます。スペースを使う、おお、これいいですよ。自分で行く、仕掛けるタイミングを図る。さあコーナーキックのチャンス、日本、
日本は今日3本目のコーナーです。危ないシーンでしたがクリアの対応。ジーコ、さあ一人で持っていく。富安、ここはカットします。尾崎、サビオラ、さあカウンターのチャンスになります。さあジーコフリーで受けた、どうだ、ヘッドだ。さあジーコシュート、決まった、勝ち越し。ジュビロ、ネドベド、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。そうですね、キーパーはノーチャンスですよね。今のは分かっていても止められないでしょうね。さあ岩田、1点をリードしてリスタート、シュート、ジュビロ追加点。ダメ押しゴールとなるのか。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。サビオラ、先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直シュート決めた、日本1点差に追い上げます。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。ボールシュート、いや北澤さん、これはいいセーブでしたね。あの位置からのシュートですけどもね、素晴らしいですね。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。日本としては残り時間なくなってきましたからね、素早くボールを奪ってシュートまで持っていきたいですよね。さあカウンターを仕掛けます。抜けてくる、スルーパスを狙うと呼んでいた古川。日本カウンターを仕掛けます。今野、お互いのこう意図が合わないですよね。いや、これはカウンターのチャンスですね。富安、ここは読んでいました。さあ一気にカウンター、ここは競り勝ちます。そしてここで最後の笛、3対2、日本このゲームあと1点というところで敗れてしまいました。